本当に大切なものが何かっていうものを、うん、あゆみさんってすごい一番理解してるっていうか、うん、日々いろいろバグることが起こるじゃん、うん、の時に大丈夫じゃねっていう自分のために書いた言葉なんだよね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。全部のいろんな挑戦をする中でピンチが訪れるときに、うん、アイムさんの本の言葉あるじゃないですか、うん、結構どんなビジネス書とか、うん、どんな教科書とかよりも一行で答えをくれてるっていうのがあって、うんうん、例えばスタートバーとか出版とか、まあ、自分のやりたいことでやろうとしたときに案の定全然金回りません、うん、でも例えばアイムさんの言葉で、うん、大人が街で遊べばそれが仕事になるって、うんうん、それを一旦信じてしまえば、うん、あ、じゃあこのマジの感じがニュアンスがまだ違うんだっていう、大人がマジで遊ぶってどういうことだろうっていう、うん、あ、その度合いがまだ俺は甘いから仕事になってなくてっていうことなんだなとか、例えば夢があろうがなかろうが楽しく生きてるやつが最強みたいなところとかも、どっかでビジネスがちょっとうまくいって出た時とかに、うん、あ、でもっていう、うん、本当に何が必要大切なのかっていう、うん、本当に大切なものが何かっていうものを、うん、あゆみさんってすごい一番理解してるっていうか、うん、いろんなものがあれしてくると、うん、ちょっと見えなくなってきたりとか、うん、間違えてきちゃったりとかするじゃないですか、うんうんうん、結構いろんなその時その時そのシーズンによって、うん、あゆみさんの言葉の夢は叶えるぞじゃないけど、うんうん、それがスッと降りてくるとか、あ、これすげえやりたいけどリスクでけどうしようとかっていう時に、うんうん、ビリーブや鳥肌とかそれで解決頭悪い人みたいな感じどうしようこけたらどうしようさこけたら佐川とか佐川に失礼だと思いながら、まあ、大和でもいいんだよ偶然ポスターが佐川だった気合と免許だけで明日から40万それほど救われる言葉はないよね。だって気合と免許しかないんだもんその頃みたいな、ね、とか、あ、これいいなやりてえなとか思って、うん、でもちょっと時間が経つと、うん、やらない理由 も見つけちゃうじゃないですか、うんうんうん、あ、でも今もうこれ落ち目らしいよとか、うんうん、でもいやそもそもそういう落ち目どうこうとか、うん、今トレンドかどうこうじゃなくて、うん、自分がやりたいかどうかで、うんうん、本来は自分のやりたいことを見つけるわけじゃないですか、うん、なんかそういう時とかに、まあ、うちの本のタイトルにもなったその夢は逃げない逃げるのはいつも自分だとかっていうのをあれすると、うん、はいみたいな聖書じゃないですけどそれ言い過ぎだななんだろうその一行での本質みたいのを結構教えてくれて、うん、あゆみさん何冊も本出してても、うん、繰り返し、うん、同じ言葉をその場面使う時とかあるじゃないですか、うんうんうん、だからちょっとミュージシャンが何度も自分の曲を歌うのと同じような感じで、うん、知っててもそれを繰り返し言ってったりとかするじゃないですか、うん、だから本当に大事なことってやっぱそんな変わんないんだろうな、そうそう、そんないっぱいないよねそうそう、あれがなんかね、いろいろやっていく過程で、俺創業してからどんぐらいだろう、15、6年なんですけど、うん、結構1年半に1回ぐらいピックアップされるアイムワードがあるんですよちょっとあれってなった時、うんうん、そう、使用方法は結構危険も伴うので気をつけないといけないんですけど、うん、あの5、6週がとても場面場面で、うんうんうん、家族のあれとかもそうだし、例えば結婚してからのあれで言うと、うん、すごい自分の中で開き直れたっていうのは、うん、あゆむさんがよく言う今回の人生は一緒にいようみたいな言い方をするじゃないですか、ああ今回の人生はもう一緒にいると決めれば覚悟決まるじゃないですか、うんうんうん、だから例えば喧嘩しようが、うん、何しようが、うん、もう今回の人生は一緒という前提だったら、うんうんうん、じゃあそれをどう解決するかみたいな話になるから、ね、どんだけどう楽しくやっていくか考えればいいみたいな、ね、うん、なんかそういう結婚とかも含めてですけど、うん、それ一つを知っとく知っとかないで、うん、家庭で離婚というワードが一度も出ないっていう、それは結婚して一番初めにその言葉を使ったんですよね、うんうん、もう今回の人生は、うん、じゃあ最後まで一緒にいるんだから、うん、離婚というワードはどんな喧嘩をしても一切使うの禁止にしようと、うんうん、でそれでも別れなきゃ別れたいとかってなるぐらいだったら、うん、今回の人生一緒だからもう一緒に死んでしまえばいいんだっていう
その約束をスタートにしてるんですよ、はい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 、でうちの奥さんって俺よりもなんか覚悟決めるのがスッとできちゃう人だから、うん、奥さんも散々俺に、まあ、しょっちゅう俺怒られるんですけど、うんうんうん、もう離婚って言葉一切使わないんですよね、はい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 、あの言葉が結構ネガティブじゃないですか、うんうん、だからそれが選択肢としてよぎることがないから、うんうんうん、全く喧嘩というか、まあ、一方的に俺が怒られてるだけだけど基本はその選択肢がないことによって全然違ってきてあと自分の家族も守れないやつに日本も世界もねみたいな、あれも、うん、確かにみたいな結構友達が耳が痛いとか言うやつビジネスに限らずですけど、うん、そういったものが、うんとてもだ今回の本とかでも、うん、途中途中で言葉もあるじゃないですか、はいはい、僕の中では結構、うん、だから例えばじゃあ自分の中では出版社をゼロから立ち上げて今に至るまで、うん、じゃあ飲食をあれしてから何十店舗になるまでとか、うん、マチュピチュのあれとかっていう、うん、まあロングストーリーじゃないですか、うん、なんですけど歩さんの言葉で置き換えると、うん、その一行で、うん、要はこういうことみたいなあれが一言で言えるみたいな、うん、ああいう言葉とかっていうのはどうやって作ってるんですか、うん、でも大ベースキサーと言ったように俺は謙虚に言ってんじゃなくて本当に今までのいろいろやってきたことから見ていわゆる超パンピーなわけよね、うん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 、ちょっとなんか元気系パンピーみたいなぐらいなわけそれ普通に万引きとかして捕まってましたみたいなヤンキーだし、うん、ヤンキーワールドでも全然ブレイクしてないみたいな、うんうん、だから本当にそれを全部暴露してるから高橋歩できるんだ俺にもできんじゃねみたいなのが一番俺はラブな感じなんだよね。だから本当そのトーンのまま自分を励ましたとか、うん、自分を整理した、うん、日々いろいろバグることが起こるじゃん、うん、時に大丈夫じゃねっていう自分のために書いた言葉なんだよね。だからメッセージとかないしみたいな、うん、別にみんな好きに生きてくれって思うけどなんかその自分のために書いてんだよね。じゃあもうボクシングでいうダウンしそうになってる自分、うん、フラフラなってるところの自分にセコンドから書ける言葉みたいな、うん、そうそうそうで自分で励ましてたのをただ本という媒体に載ったから なんか若者へのメッセージ帳に捉えられてるけど俺に自分に言ってたみたいな。いまだにそうだな。だからなんか若者たちにメッセージをとか言われて、うん、いや何ですけどねいい感じだよみんなやってくださいみたいな。それはだから逆にそれが良かったんじゃない、みんな自分なりに解釈できるみたいな。目の前でねリングでボディで倒れそうになってる自分にこの一言で何とか奮い立たせなきゃの言葉ですからね。そう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 。もう心からのね一行にまとめたっていうところ。あとまあ大体やらかしてるからそのやらかした現場からお届けです的な言葉じゃん、うん、だからその変なひねった言葉はないっていうか、うん、そのなんかもう肌感っていうか、うん、みたいなところから出たから、うん、変な話自分でやり方な出版社じゃなかったら企画とかで削られちゃうような、うん話だったと思うんだよな、うんうんうん、コンセプトはとかちょっとひらがなで言ってもらっていいですかみたいな感じになっちゃうからコンセプトでひらがなで書いてもダメだけど、うん、イエーイっていうのはそのまま日本の店頭へっていう状況だったから楽だったっていうか、うん、そのまま出たみたいな。で俺何歳ぐらいの時だ30歳ぐらいの時かな、うん、アイムさんとかアイムさんの周りの、うんまあ、ビーチロックとかに参加してた人たちとかとたまに一緒に飲んだりとかする時とかに、うん、もうみんなアイムさんの本読んでて、うん、で俺が出版社を立ち上げるってなった時に、うんうん、もう本当今でも腹渡に繰り返るんですけど、うんまあ、それこそアイムさんの会社の人にもそう思われてたと思うんですけど、うんうん、彼らからしたらアイムさんの本を読んだ一読者の若造の僕じゃないですか、うんうんうん、だから要はああ第二の高橋歩になりたいのねみたいなそういうことをやりたいのねみたいな扱いをされるんですよ、うん、あるんだ。で巡り巡ってそういうことを言っている人たちのあれを聞くんですよ。で俺からするといやいやいやと待ってくれと本を出したい店をやりたい言ったらじゃあ高橋歩2番センチ扱いなんかっていうでどう考えても戦い方もなんやも全然違うじゃないですか、まあ、もちろんそこに勇気をもらうとかなんやとかあるけど別に高橋歩になりたいわけじゃなくて俺のやりたいことで被った部分がそこだった。別にそれ以外にいろんなこともやってんのにみたいのはすごいあったんですよ。だから歩さんのいわゆる周りの人とか周りの読者の人たちのことが嫌いだったんですよね嫌いっていうかいやいやいやって見てろよっていう。でお前らは読んで歩さんみたいになんかやった気になってるだけだろっていうふうに思ってて、
で、まだあやみさん読んでないと思うけど、俺の書いた後書きのところに、まあまあ俺からしたらこの境地を一緒にさせてもらうっていうのも、マチュピチュで一緒に店やるっていうのも、まあ20代30代の時の自分からしたらもう夢のまた夢みたいなあれじゃないですか。で当時の自分が知ったらマジでって大喜びなんですよね。ここに書いてあるのが、著書累計200万部を超えるあやみさんの各本に影響を受けて人生変わった人ももちろん何人いるか想像つかないけど、一方でこの本いいな、刺激受けたと思いながらも、読んだだけで自分も何かやった気になり全く行動に移せなかった人たちもたくさんいるだろうと俺が一つ胸を張って言えるのは、高林真由の書いたたった一冊の本との出会いから、誰よりも、いや世界一人生を面白く変えたのは間違いなく俺だろうと。でそんな人たちに一言、昔あやむさんの本を読んでいたのに何も変わらなかった人たち、はっはっは、どうだ、羨ましいだろ後書きに変えて暴言を送りました結構2ページしかない後書きにそこまでぶっ込んだんだ。いや面白いんじゃない。でも、その理由が分かったんですよ。これ後書き書いて昨日気づいたんですけど、大ベースで先輩後輩みたいのがある中で、その後何かを一緒にやるっていうんで本を出させてもらった時に、編集者と著者っていう、それも違う出会い方だと思うんですよね。でマチュピチュで一緒に店をやるっていうのも、一つのパートナーとして共同で店をやるっていう出会い方だし、で共著っていう著者としての一緒にやるっていうのも一つの出会い方だしっていうと、少なく見繕っても、俺あやむさんと4回違う出会い方してるんですよ。で、まあ、それはこう言うとおっさん同士が何言ってんだ気持ち悪いってなるんですけど、まあそりゃそうだよなっていう、俺を超えるほどの読者いねえだろうと、あの頃俺に、ああ私の方が先に読んでるよ、あゆみさん真似したいでしょ、無理だよ無理だよってあなたじゃって言ってたやつかなり上からいろいろ来られたんだねどうだこの野郎と言いたい気分だけど言わないのは大人なんだ、言ってんじゃんだろ書いてるだけです、いやこれも言ってん意外と根に持つタイプそう15年越しのリベンジみたいなね、いやなんか分かる気はする、でも本って例えば何万部出ても本当に、まあ、読んでくれる人がそんだけ何万人っていても、本当にそれで実践に移したり人の人生って変えるってそんな簡単なことじゃないじゃないですか、おこがましい話でもあるし、だから10万部売れてじゃあ何人変わるのかって本当数人だと思うんですよ。その数人が生まれるか生まれないかのためにこっちは一生懸命本作ってるじゃないですか。でもその中で世界一あやむさんの本の200万部も世の中にばらまかれた中で一番変わったって、もう200万分の1の男ってなかなかですよね、いい方に変わってればいいけどね方向的にはどうですかねまあね、まあ最後までどうなるか分かんないですからね、あれですけどね、ある種まあこうね、宛先のないラブレター的なところは本ってあるから、なんかねそれで終わってなってくれて、何かやりませんとか何かやろうぜみたいなのは始まると思う、またそれも楽しみ。そうですよね、大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは、夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋あゆむ、北里洋平、死の子の言わずやっちまえ。ああそうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いやまだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社も書かれるわけだからそういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の次元がある。いや俺生きてりゃ無敵だよ。どうにでもなるじゃん人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところに知ってる。父ちゃんとママが
楽しそうに生きてないと自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さいとしてロマンチックだよねって言ったら、うん、他に負けてもいいやっていうので、うん、マンチック中でしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからな、うん、っていうことだよね。やりたいことを仕事にするために自由奔放高等無形な2人の叶え方、出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編、2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わずやっちまえ、2024年11月1日全国書店にて発売、 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.